小松十三は東京都出身で主に熊本県で活躍するラジオパーソナリティ、熊本市在住。2000年から2010年6月末までは同県山賀市在住であった。日本テレビにディレクターとして入社し番組制作に参加、東京12チャンネルプロダクション、広告業社員などを経て1970年にフリーでテレビやラジオの番組制作に携わりつつ、 雑誌等のフリー記者を始める。1976年に新潟放送で放送されていたハロー。ジャンボサタデーでアイウェオというネームを使い本格的にラジオパーソナリティの仕事を始め、1979年に熊本に拠点を移し、テレビラジオの番組制作を手掛ける。熊本放送で1985年から10年間放送してきた平日昼の帯番組、 こちら九州ラジオ村で、ラジオ村の村長さんという肩書きで、番組パーソナリティを務めた。後に、この番組をタイトルそのままに、週1回1時間とした放送で出演していたほか、独自にネットラジオを利用して、インターネットラジオを立ち上げ、夜間帯に1時間の自主制作放送を行っている。また刑務所への奉仕活動から行っているを、行ったり、山賀市にて、 市民講座の講師を務めるなど幅広く活動している。当多数、ありがとうございます。